スイス。スイス連邦。通称スイスは、中央ヨーロッパにある、連邦共和制国家。衛星中立国であるが、欧州自由貿易連合に加盟している、他バチカン四国の衛兵は、スイス洋兵が務めている。歴史によって、西欧に分類されることもある。ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、リヒテンシュタインに囲まれた内陸に位置国内には、 多くの国際機関の本部が置かれている。首都は、ベルンで、主要都市に、チューリッヒ、ジュネーブ、バーゼル、ローザンヌなど。スイス連邦の正式名称は4種の公用語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語で定められているが、校歌や切手などのように4種を併記する余裕がない場合、単独で使用することが許されるラテン語の国名、ヘルベティア。 共和国も参照が定められている。正式国名と同様に通称も5種類ある。公用語ではないが、スイスドイツ語では、シュワイセスチアイドニアセシャフト、略称シュウィズ、シュビーツ。通常は、ディーシュウィズと表記する。ドイツ語及びスイスドイツ語の正式名称にあたる、アイトゲノスセンシャフトとは、制約者同盟という意味で、通常の、連邦、バンドとは異なる。 略称、国名コード ISO3166 から1、α-2、ラテン文字2文字による、国名コードには、ラテン語名の当時語である CH を用いる。公式の英語表記は、スイスコンフェデ、スイスコンフェデレーション、通称は、スイッツランド、スイッツランドで、国民、形容詞とも、スイス、スイス。日本語表記は、スイス連邦、およびスイス。 漢字による当て字では、ズイニシと表記し、イと略す。スウェーデンも、スウェーデンと当て字し、イと略すが、両者を区別するときにはスウェーデンを点と略す。稀に、ドイツ語の正式名称から、スイス制約者同盟と訳されることがある。また、古くは、スイス、スイスと表記されることもあった。国名は、スイス建国の中心的役割を果たしたシュビーツ州に、由来する。 シュビーツ、シュビーツは古代ドイツ語で落農場を意味する語がなまったものだとされる。日本語表記のスイスはフランス語、または英語形容詞に由来する。ラテン語名は古代ローマの支配が及ぶ前からベルン周辺に住んでいたケルト系先住民族、ヘルエティ族に由来する。ドイツ語辞書によるとスイス人を表す、シュホワイトサー、男性名詞、シュバイセン。 女性名詞には、熟練父絞り人、教会道番人、ローマ教皇のこの絵兵、さらに、スイス製チーズの意味も含まれる。現在の連邦憲法は1999年に採択され、2000年1月1日に発行した。スイスは、連邦国家であり、連邦議会を最高機関とする議会統治制、つまり、立法府が行政府を兼ねる統治形態をとっている。 連邦議会は、両院制で、直接選挙、比例代表制で選ばれる200議席の国民議会、独、ナッシュナルラット、A、ナショナル、カウンシルと、州代表の46議席の全州議会、独、スタンダート、A、カウンシルオブステイツから構成される二院制である。立法府を兼ねる、連邦政府、内閣は、連邦議会から選出される7人の連邦参事、 ただし、閣僚や大臣とは呼ばないで形成される、合議体である。内閣は、ドイツ語圏の諸国と異なり連邦参事会、独、分離スラット、A、フェデラルカウンシルと呼ばれる。7人の連邦参事、7番デスラットが各省を統括し、その中の一人が、連邦参事権人のまま任期1年の連邦大統領となる。連邦議会の議場と、連邦政府の各省庁のオフィスはに、 ベルンの連邦議会議事堂、バンドシェーアス、連邦委員とも訳されるの中にある、大統領の権限は、儀礼的なものに限られる。また、連邦参事は、議会の獲得議席数に応じて、自動的に割り振られる。そのため、政党は一定の議席を得ている限り、また意図的にゲアしない限り自動的に連立与党の一員となる、比例代表制であるため、一党による、 単独過半数は過去に例がない。マジックフォーミュラーも参照のこと。国民の政治参加に関して国民発議、イニシアティブと国民投票、レファレンダムという直接民主制の制度が憲法上で認められているのも大きな特徴である。国民議会、全州議会ともに任期は4年で解散はない。 2007年10月21日に行われた総選挙投票率は48.3%であった。国民議会議員選挙では移民排斥を主張しているスイス国民党が62議席を獲得し第1党になった。以下、スイス社会民主党が43議席、自由民主党、旧新民主党が31議席、キリスト教民主人民党が31議席、 緑の党が二十議席、その他十三議席となった。二千十一年十月二十三日に行われた総選挙投票率は四十九点八パーセント。国民議会議員選挙では、スイス国民党が第一党を維持したが、五十五議席、マイナス七と議席を減らした。以下、スイス社会民主党が四十四議席、プラス一、自由民主党が三十一議席、0、 キリスト教民主人民党が28議席、マイナス3、緑の党13議席、マイナス7、自由緑の党12議席、プラス9、市民民主党9議席、プラス9、その他7議席となった。自由緑の党は、緑の党からの、市民民主党は、国民党からの離党組による新党で、いずれも離党元の議席を食う躍進となった。 1959年以来の主要4党の獲得議席数は立法、連邦議会スイスの情報を参照。スイス連邦憲法は連邦政府に委任すべき事項を規定している。憲法に規定のない事項については州政府が主権を持つ。例えば参政権の規定は州政府に主権があり、1971年に憲法で婦人参政権が確立した後も、 1990年に至るまでアッペンツェル・アウサー・ローデン・ジュン州では、婦人参政権が制限されていた。憲法改正は、比較的多いであり、10万人の改正要求があった、場合は改正提案に対する国民投票が実施される。憲法改正が多い国で、現行の1999年憲法が施行される、前の1874年憲法、旧憲法は、 過去140回以上にもわたる部分改正が行われており、全面改正後の現行憲法、2000年施行も2003年時点で、すでに6回改正されている。スイスでは、連邦政府、州、市町村の3段階の行政組織が課税権を有している。税率は平均20%。それぞれが独自に税率を設定できるため、個人の税率を低く設定して、 外国の富裕層の取り込みを図る州もある。法人税についても優遇措置を取っており、外国から本社をスイスへ移転する企業がある。そのため、OECD、経済協力開発機構の有害税制リストに挙げられている。現代におけるスイスは、国軍として約4000名の職業軍人と約21万名の予備役から構成されるスイス軍を有し、 有事の際は、焦土作戦も辞さない毅然とした国会意志を表明しながら衛星中立を堅持してきた平和、重武装中立国家として知られる。スイスは国際連合平和維持活動、PKO への参加に積極的で国外に武装したスイス軍部隊を派兵しているが、決して武力行使をせず、PKO では武器を用いない人道支援に徹している。 多数の成人男子が、予備役もしくは民間防衛隊、民兵として有事に備えている。平和国家であるスイスではあるが、スイス傭兵の正強差は、ヨーロッパの歴史上、ことに有名である。現在でも、軍事基地が岩山をくり抜いた地下に建設されるなど、高度に要塞化されており、国境地帯の橋やトンネルといったインフラストラクチャには、 有事の再速やかに国境を封鎖する必要が生じた場合に、消毒作戦を行うため、解体処分用の爆薬を差し込む準備が整っている。仮に、国境の封鎖に失敗して、外国の侵略を受けても、主要な一般道路には、戦車の侵入を阻止するための障害物や、統治下が常設してある。東西冷戦の名残で、2006年までは、家を建てる際には、 防空壕各シェルターの設置が義務付けられていた。その数、収容率と強固な構造は他国の防空壕と比べても群を抜いている。古い防空壕は地下倉庫や商店などとしても利用されている。第二次世界大戦中のスイス空軍は1907年のハーグ陸戦条約で定められた国際法上の中立義務を果たすため領空侵犯する。 航空機があれば、連合国側、数軸国側を問わず迎撃した。ちなみに、当時のスイス軍の航空機は、一部の国産機を除いては、フランスとドイツの戦闘機を輸入、または、ライセンス生産したものだった。当時、仮に、外国の軍隊がスイスを侵略し、スイスの存立が絶望的となる最終局面に陥った場合は、外国の軍隊が、 スイスのインフラを強奪する寸前のところで、放火や爆破等の消土作戦を実施し、侵略者に一切の戦利品を与えないように計画していた。その一方で、当時のスイス政府は柔軟な姿勢で外交と通称を展開した。第二次世界大戦においては、資源を持たないスイスが、資源を持つ国と通称することは生存権の行使であって、 中立義務に違反するものではないと主張して、国民の生活を守るために必要な資源や武器を、数軸国、連合国双方から輸入し、国益を確保した。スイスは、陸軍と空軍を有するが、他国を攻撃しうる戦力投射能力は有しない。陸軍は、船舶部隊、水軍、海軍とも呼ばれるを有する。船舶部隊は、主に国境をなすレマンコ、ジュネーブ湖、 国際河川のライン川、コンスタンス湖、ボーデン湖に配置されている。特に、フランスとの国境にあるバーゼルの町は、別名スイス港とも呼ばれ、石油などを積んだ、排水量3000トン未満の船が、オランダのアムステルダム港から、ドイツとフランスを経由してライン川を沿行してくる。バーゼルは、内陸国であるスイスが水運を通じて、海とつながる、唯一の貿易港となっている。 20隻の小海底が主力である。船舶部隊は、有事の際には、ライン川を阻行する商船を臨検したり、徴用することとなる。スイスでは、国民海兵を国勢としており、徴兵制度を採用している。20歳から30歳の男性に、兵役義務があり、女性は任意である。スイス男性の大多数は、予備役軍人であるため、各家庭に、自動小銃、 予備役の将校は、自動拳銃も含むが対応され、予備役の立場を離れるまで各自で保管している。かつては、冷戦下の厳しい国際情勢に即応するため、放送された弾薬と手榴弾が対応され、悪用防止の封印を施した容器に入れて、各自が保管していた時期もあった。対戦車兵器や迫撃砲など、より大型の武器は、地区単位で設置されている武器庫に収められ、 厳重に管理されている。これらの支給書きが犯罪に用いられることはごく稀であったが、2007年9月から予備役に対応されていた弾薬は回収され、水素軍が集中管理するようになった。現在、予備役の立場にある国民は自動小銃は持っていても弾薬は持っていない。有事の際は動員令を受けた。 予予備役にに対して速やかに弾薬が対応されるる。定である銃が手軽に手に入る社会であるため、スイスでは自殺にも銃を用いる傾向にある。自殺者の24%から28%が銃で自殺しており、その割合はアメリカ合衆国に次ぐ世界2位でヨーロッパの中では最高である。また男性が銃による自殺を選択する傾向があり。 銃による自殺者の95%は男性である。焦土作戦も辞さない、悲壮な防衛努力の一方で、外国において、武力行使をしない柔軟な外交政策は、現在も変わらない。2008年には、当時の、大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国の、ムアンマルアルイコールカッザーフィーが、スイス人、ビジネスマン二人を、犯罪の容疑者と決めつけて交流する事件が、 発生した。カッザーフィーは、直ちにリビアからスイスへの石油輸出を止め、スイスはイスラム教のモスクを破壊する異教徒の国だとして、スイスに対する聖戦を訴えて、スイス政府を同括した。これに対して、スイス政府は旅行者に扮した軍人と公安関係者からなる特殊部隊をリビアに派遣し、現地で密かに情報収集を行ったが、この特殊部隊は、 非武装だった。戦力投射能力のないスイス軍に自国民を救出する術はなく、当時のスイス大統領が自らリビアに赴いてカッザーフィーに謝罪をさせられる屈辱を味わっている。しかし、スイスが欲していた石油は確保された。冷戦の時代には、スイス連邦政府によって、スイスの一般家庭に配布された小冊子民間防衛の内容からも伺い知れるように、 スイス国民はまねく民間防衛組織に加入し、有事に備えていた。冷戦の終結後は民間防衛組織の多くが役割を失って消滅したか人員や装備を大幅に削減したため、現在のスイスには民間防衛が発行された当時のような高度な防衛体制はもはや存在しない。それでも政府が食料を計画的に備蓄し、 スイス軍の施設と公立の学校については、各戦争への備えとして、各シェルターが常設されている。民間でも、過去には自宅や職場にシェルターを装備する義務があったが、現在では撤廃された。それでも、任意でシェルターを装備している企業や個人が多いことで、有名である。冷戦の一時期、スイスは自立能力を高めるために、兵器の国産化に取り組んだ。 かつては、戦車や航空機も国産していたが、開発費用の高騰と、技術的課題のため断念した。ピラタス社やエリコン社といったスイスを代表するメーカーは、かつては防衛産業を担っていたが、現在では軍事に関与しない企業に生まれ変わっている。一方で、消火器や装甲車は依然として高い国際競争力を持ち、世界中に輸出されている。スイスの重機メーカーである。 死具社の製品は日本国にも輸出され、警察庁、都道府県警察、自衛隊、海上保安庁で採用されており、ピラーニア装甲車などの兵器はアメリカ軍の採用を勝ち取ったことで有名である。スイスにおける国防の基本戦略は拒否的抑止力である。敵国にとってスイスを侵略することによって得られる利益よりも、スイス軍の抵抗や国際社会からの制裁によって、 生じる損失の方が大きくなる状況を作り出すことによって国際紛争を未然に防ぐ戦略である。2002年の国連加盟後もこの基本戦略は変わっていない。スイスには26の関東、キャントンと呼ばれる州が存在する。そのうち6は準州と呼ばれ、全州議会の議員定数配分が通常の州の2名に対し1名だけとなっている。は 全部で2889の市町村に分かれている。スイスは内陸国であり、国土は日本の約1割で、九州より約1 5 0 0トル、東京特部の2倍程度広い。また、日本の内陸県の内岐阜県、長野県、山梨県、群馬県、栃木県を合わせた面積約4 1 4 5 8トルに相当する。 国際通貨基金によると、2013年のスイスの GDP は6508億ドルであり、世界第20位である。同年の一人当たりの GDP は81323ドルであり、世界でもトップクラスの水準である。2016年の一人当たり国民総所得 GNI は84240ドルで、世界第2位である。また、スイスは、 世界で最も国際競争力の高い国の一つであり、2011年の世界経済フォーラムの研究報告書において世界第一位の国と評価された。富裕層も非常に多く9.5%の世帯が金融資産で100万ドル以上を保有しているとされる。2016年10月14日、アメリカ合衆国財務省が為替報告書を公表した上で、 スイスの不正な為替介入の有無を監視するようになった。通貨のスイスフラン、スイスフランは金、地金よりも硬いと言われるほど世界で最も安定した通貨である。1870年代にデザインされた硬貨が大きな変更を経ずに製造され流通している。国内の物価及び賃金水準は高く国民の貯蓄高も日本並みに高い。輸入関税率は低く。 高級会社などが比較的安く購入できる。スイスフランの利子率は通貨の安定性とねじれて低かった。これに目をつけ、東、中央を中心にフラン建ての住宅ローンが多く組まれている。このため、もしスイスフランが不安定となると他国の家計にパニックを起こすリスクが生じている。 スイスフランは2011年からユーロに対して為替相場の上限を設けていたが2015年初頭に突然撤廃された。詳しくはスイス国立銀行の項目を参照されたい。金世に至るまでスイスの主な産業の一つとして存在したのが傭兵であった。スイスはその地形から農業などの産業を発達させ憎かったため戦力を輸出することで 産業不足を補っていた。現在は戦力の輸出は禁止されているものの、バチカンの衛兵隊は唯一の例外として認められている。スイス企業の産業分野は手広い。金融業、銀行、保険、電力、観光業、精密機械工業、時計、工学機械、化学薬品工業が挙げられる。金融モノカルチャー国と誤解しないよう、電力事業の規模には、 注意が必要である。チューリッヒに本部を置くアブグループが世界規模で事業を展開しており、同社が1988年に吸収したスウェーデン、企業のは地中海を取り巻くの布設に参画している。スイス工業は岩塩の採掘のみに頼っている。旋回の堆積物と海水が終局もしくは押しかぶせ断層によって地層中に閉じ込められたことに由来し、 採掘量は2002年時点で30万トンである。ただし、岩塩生成ではカリウムが副産物として得られる、ドイツ帝国経済。グレンコアが世界各地でレアメタルを掘っている。第一次世界大戦以来、ノバルティスの前身三社である千葉サンドガイギーが、新ケートを形成していた。1929年4月、この三社と IG ファルベイ,インストリートフランスの 占領組合セントラリーズマティアーズ・カルランツは国際カルテルを組んだ。このカルテルは世界輸出の4、5を掌握し、内輪で全占領売り上げをスイス19.00%、ドイツ71.67%、フランス9.33%の比率で分配した。1932年2月、ここへインペリアル・ケミカル・インダストリーズが参加して日米が、 アウトサイダーとなった。スイスには中世からの銀行業の歴史があり、多数の金融機関がある。アブス、クレディ、スイスなど日本に進出している銀行もある。スイス銀行と言われる個人銀行、いわゆるプライベートバンクは、顧客の情報の守秘義務に関して国際的に有名で、刑事事件が起こっても原則として顧客の情報は外部に漏らさない。 このことから、マネーロンダリングの中継地として、しばしば、スイス銀行の口座が使われることがある。この秘密主義の方針は、しばしば世界的な批判の的となっている。経済協力開発機構は、スイスに対して、資産の出生を確かめる義務を履行するよう、勧告している。また、独裁者の隠し金庫として利用されることもあるため、スイス人の間でも、 スイスの名誉を傷つけているという批判がある。有名なところでは、フィリピンのマルコス元大統領や、今後のモブツ元大統領、ハイチのデュバリエ元大統領などは、国民の財産を強奪して私物化した資金を、スイスの銀行に預けていることが分かっており、スイスの銀行は、彼らの略奪行為について、共犯性があるという指摘がある。スイスリークス事件発覚後は、スイス政府も、 各国の警察及び金融当局に対して柔軟な対応をしており、犯罪収益金の没収等の処置を行い、当該国に一部返還する動きもある。ただし、法の制定などは、まだ不十分である。スイスの鉄道は、SBB、スイス連邦鉄道、旧スイス国鉄が主要幹線を網羅しており、山岳部では、私鉄の登山列車などが運行している。 空港のある都市は、チューリッヒジュネーブ、ジュネーブ空港バーゼル、ユーロヤポートバーゼルイコールミュールーズ空港ベルン、サメーダン、エンガディン空港ルガノなど。日本からの直行便は、スイスインターナショナルエアラインズのチューリッヒ、東京間のみ。チューリッヒ空港では、ドイツ語の案内放送の後、英語で案内放送がある。市民の生活満足度は高く。 国連世界幸福度報告では、第2位、2016年、OECD の人生満足度、ライフサキスファクションでは、デンマーク、アイスランドに次いで、第3位、世界幸福地図では、世界178カ国で、第2位、2006年であった。ユニバーサルヘルスケアが達成され、市民は公的、または民間保険会社から、医療保険を購入する義務があり、 保険者は引き受けを拒むことはできない。医療制度は他の欧州諸国と比べ費用は高いが、アウトカムは良好であり、患者の満足度は高い。2012年での平均余命は男性が80.4歳、女性が84.7歳であり、世界一となった。しかし保険支出は高く2010年には GDP の11.4%を占め、これはドイツや フランス並みの値である。1990年より医療の高度化、市民の長寿病化を受けて徐々に費用が増加傾向にある。現在のドイツ語圏は5世紀にローマ人が撤退した後、北からやってきたゲルマン系アレマン人が支配した地域であり、土着ケルト人と根血した。フランス語圏は同時期のゲルマン系ブルグント人の支配地域で、 ヘルベティア共和国以降の19世紀にフランス語化したものであり、イタリア語圏はゲルマン系ランゴバルド人、ロマンシュ語圏はケルト系ライティア人の地域の名残とも考えられる。その後現在のスイス全土はゲルマン系のフランク王国や神聖ローマ帝国に支配されたため、ラテン化されたケルト人にゲルマン系が加わった流れはほぼ共通する。いずれにせよ、 混成民族であることは、すべての欧州国家の例にもれない。外国人の定住者内資短期労働者は、全人口の2割に及び、2007年には145万人に達した。欧州うちの移民が多く、最も多いのは、イタリア29万5千507人、次に、ドイツ22万4千324人となっているが、特に旧ユーゴスラビア諸国出身者は、 非常に多く、35万人前後にもなる、セルビア・モンテネグロ19万6078人、マケドニア6万509、ボスニア4万1654人、クロアチア3万8144人。また、中東からはトルコ人も7万5382人と多い。2004年には3万5700人がスイス国籍を取得した。その半数以上が、 旧ユーゴスラビア諸国出身者である。スイスは世界中から多くの難民を受け入れている。しかし移民に対する反発は根強くあり、2014年6月には国民党が提案した大量移民反対イニシアチブによって4ヶ月を超えてスイスに滞在する外国人には人数制限を行う方針となった。スイスでは各地方の地理的 歴史的な理由から、使用言語が分かれているため、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語の4つを公用語と定めている。これに合わせ、スイスの公共放送、SRGSSR、スイス放送協会も、4つの公用語を使用して放送している。北部と中部では主に、ドイツ語が使われている、全人口の64%、渦の黄色。 その多くは、アルマン語系のスイスドイツ語と呼ばれる方言であるが、新聞や、テレビ、ラジオのニュース番組では、ドイツの標準語である高知ドイツ語が使われる。ただし、地方の放送局では、ニュース以外の一般番組もほとんどスイスドイツ語で、全国放送でも、なぜかテレビの天気予報だけは、スイスドイツ語である。西部ではフランス語が、紫色。 南部ではイタリア語が6%緑色使われている。スイスフランス語は標準フランスとほとんど変わりはないが、数の数え方に若干特徴がある。数字の70,80,90をフランスのスワサント、ディックス、キャトル、バン、キャトル、バンディックスではなく、セプタンティ、フイタンテ、ノナンテという。イタリア語はロンガルド語の系統に属するが混じる。 ティチーノ州で使われるロンバルド語系イタリア語はティチーノ語とも呼ばれる。ロマンシュ語は南東部にあるグラウビュンデン州のごく一部の人々の間で使われているだけであり、未だ絶滅の危機にある0.5%、赤色面積は広いが人口は少ない。ドイツ語圏以外のスイスではドイツ語を学習する場合、普通標準ドイツ語を学ぶのでかなり才能ある。 スイスドイツ語の理解がスムーズにできないことがある。従って、ドイツ語圏スイス人と非ドイツ語圏スイス人の間で会話するとき、ドイツ語圏のスイス人は、標準ドイツ語を理解できるものの、会話の上では障害となることが多く、公用語である、フランス語の他に英語を用いることも多くなっている。学校教育において、英語を必修科目とし、母語以外の公用語を、 選択科目とする学校が増えていることも若年層における英語の使用に拍車をかけている。その他、移民の出身地域である旧ユーゴスラビアの国々の言語やトルコ語が使われる。スイス国民が信仰する宗教はカトリックが人口の約43%、プロテスタントが約35%と、この二つでほとんど大部分を占める。他には、 イスラム教が約4%、正教会が約2%、ヒンドゥー教、仏教、ユダヤ教などが各1%未満であり、約11%が無宗教となっている。2009年12月16日、ジュネーブのイスラム関係者が、モスクの塔、ミナレット新設禁止に抗議して、欧州人権裁判所に提訴したことが明らかになった。同年11月には、 スイス国民投票において、モスク新設は、禁止が賛成多数で承認されていた。婚姻時、2013年以前は、夫の死が優先である。正当な利益があれば、妻の死を称することもできる、同死、自己の死を前置することもできるとされていたが、2013年以降、婚前に特に手続きしない限り原則として、婚前の死を保持すると変更され、 完全な選択的夫婦別姓が実現された。配偶者の死に変更するためには、そのようにコイン前に手続きを行わなければならない。動物保護団体、SOS 社、ノアレーグ、SOS チャッツの依頼グへの創設者で、理事長のトミトメック、トミトメックは、国民の約3%が、密かに犬や猫を食用にしているとしている。スイス国内には、 ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が7件、自然遺産が3件存在する。法定祝祭日。この他に地域ごとの祝日がある。スイスではサッカー、テニス、自転車ロードレース、ウィンタースポーツなどが盛んである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。